マイナポータルのぴったりサービスをタップします。自治体によってオンライン申請の開始時期が異なります。自分の住んでいる市町村を検索します。特別定額給付金を選び、申請するをタップします。マイナンバーカードと電子証明書の暗証番号6桁以上を用意します。マイナンバーカードからデータを読み取ります。この後、個人情報を入力していきます。